こんばんは、こんばんは。ショールーム配信始まってます。こんばんは。今日はラジオですよ。この後桜橋919で生放送ラジオがあります。そっちはミクチャの配信なのであれなんですけど、私は今からヘアアイロンをします。アイロンします。そう、チーム E はね、公演中だと思います。私は別の仕事して、公演中に別のテレビのオンエアがあり、なんで私推しの人は私のコンテンツを追っていただけた方が。そう、全部被ってるからね。今日公演中にテレビのオンエアもあったし。こんにちは。今日は午前中踊ってたのでドライシャンプーをしてみました。頭スースーする、気持ちいい。そう、お疲れ様でございます。こんばんは。そうでね、今日 NHK の放送があったんですけど、動画がちょうど見られるよっていうのがさっき X に上がってたんで、リツイートしよう。いいねにしとこうかな。明日リンクつけてお知らせしよう。うん、ラブ忍者っての思ったのがちょうど上がってます。あの、放送権じゃない人も今 NHK のニュースウェブで動画丸々見れますので、ぜひご覧ください。声の回すのも大事。ありがとうございます。こんばんは。今から私はヘアアイロンをします。NHK プラスじゃなくてもね、普通にウェブに載ってるよ、動画。よいしょ。なんも登録しなくても見られるので、私が貼る、明日とかにいいね欄にリンクが多分あるので見てみてください。あ、雲投げていただいてもいいですよどうも、エスキークマじゃなくてももう大丈夫ですよとだけは。はい、こんばんは。ね、イベントの発表ありましたね。最終5位だったので、審査員賞的ななんかね、機会いただけたらいいなと思います。ありがとうございました。でもやっぱ私も事前に書いてたブログが全てなので、本当にみんなありがとうね。あとね、今日お寿司食べた。後で写真載せますね。お寿司食べました。しっかりお寿司を食べました何にせよめでたいのでお寿司食べた。もうね、任せたも何もないのよ。あ、もうあとは待つだけなのよ、このイベントに関しては。もう、はい、お寿司を食べました。しっかり回らない寿司に行きまして、ちゃんと人が握ってくれるお寿司に。そう、高くはないとこですけど、おじさんたちに挟まれながら一人でお寿司を食べてここに来ました。座銀ではないね ちゃんと回らないので食べました。今日はね、写真撮んなかったんですけど、アジが一番美味しかったな。うん、アジ、生のアジが一番美味しかったです。
他にも胡椒鯛と、ゲソと、うん、あと、うーん、いろいろ。それで、ほんと縁側の炙りも食べたかな。縁側光り物食べれるんですよ。光り物美味しいとね、いいよね。春の三貫盛りとちょっと珍しいのとかがあって美味しかったですね。うん、お寿司食べてきた。めでたい。何にせよめでてないんだよ。5位でしたけどめでたいので。縁側はね、ポン酢と、あとアナゴの、何だったんだろう、煮じゃない、煮アナゴか。煮アナゴをちょっと炙ってやって塩ついてるのとか食べた。うん、そう、なんか割と渋めのネタが好きで、エビとかもちょっと食べたかったんですけど、お腹が追いつかなくて。本当はエビと、まあ小肌も食べたかったな。そう、胡椒鯛食べれて美味しかったし、本当はエビとかも食べたかった。赤エビとか頼むと、頭をちょっとあの追加でお金払うと、あの、あら汁って飲めるんですよ、そのお店。だからそれしたかったんですけど、ちょっとお腹がいっぱいだったのでやめました。うん、美味しかった。小肌もね、いいね、美味しい。東京はね、降ったりやんだりですね。名古屋も一緒かな。うん、美味しかったし、幸福度めっちゃ高かったです。お寿司屋さんでさ、飲む緑茶ってなんであの美味しいんだろうね。めちゃくちゃ美味しかった。ずっとお茶飲んじゃうけど。私なんか本当は多分、今日お仕事なんもない日だったら、こう、もう日本酒飲んでた。いやあの、日本酒飲んでましたね、あの勢いですと。うん、そう、なんか近くの方が日本酒飲まれてて、いやー羨ましかったですね。ちょっと正直エビも食べたかったなー。あー、私の毛が毛量が多い。エビ系はね、今回ね食べなかったんですよ、時間なくて。やっぱお腹だね。お腹的にもういっかってなっちゃった。エビ会計を今回ちょっと間に合わなかったです、その子は。そう、なんかね、最初のまずの春物、初夏物が意外と脂が乗ってて味もなんですけどだったんで、そう、やめちゃったんですよね。銀座に日本酒屋さん高そう。そう、お寿司をでも全部食べ抜きでって頼むから、その店員さん優しいじゃない、とこの人たちさ。いつもああいうお店行くと、こう、わさびがダメだからサビ抜きって頼むんですけどね。したらさ、こう、他のネタとかでさ、生姜乗ってたりとかもすると、生姜は大丈夫ですかって聞いてくれたりとか。ちょっとポン酢ですけど、あの辛いソース一緒にかけるんですけど、これはいけそうですかって全部確認入れてくれて、優しさに包まれて、はい、寿司屋を出ました。優しさに包まれながら、いいとです。ね、優しいよね。寿司は大好きなんですけど、わさびもガリも食べれないから、私。そう、
私ね、そこのお寿司屋さんね、なんか気遣いだなって思ったのが、あの私は一人で今日行ったんで、こうお会計とか終わったらじゃあお金をしてくださいで済むんですけど、こうカウンターとかだとさ、お会計をさ一緒にするかしないかってさ、そうあると思うんですけど、しかもああいうのって最初に多分聞かれるのよ、カウンターのお店ってさ、伝票つけなきゃだから職人さんが、うん、でその時になんか私の左に後から来た、それ入れ替えが激しいからお店の人たちは多分男性2人でいらしてて、で、まあ、私から見ても同僚なのか、まあ、上司部下なのか正直分かんないぐらいの同世代ぐらいの感じの方たちだったんですけど、その方たちが入った最初にお会計どうされますかって聞いてて、はい一緒でって言って、こう一人の方が答えてたんですよ。なるほどなるほどみたいな。で、次私の近くにカップルなのかなみたいな、男性女性でこういらした、入ってかれた方がいて、そしたらそこにはお会計ご一緒でいいですかって聞いてておーみたいな、聞き方違うんだみたいな、どうされますかって言うと、なんかあれなのかなみたいな、別々にしますかって聞、なんかね男の人たちはね別々にしますかって聞いてたんですけど、そのカップルにはご一緒でいいですかって聞いてて、こうなんて言うんですか、男の人答えやすそうな雰囲気になってて、さすがだなって、いえ別々でともなんかあれだし一緒に払いやすいしみたいな、お客さんで多分聞き方変えてて、いろんな人たちにすごーみたいな、気遣いってなりました。こうカップルで行ってさ、いや払うんでっていうのもなんかそれはそれでさ気まずいしさ、かといってさきっとあの別々でってさ男の人が言い合うのもさ気まずいしさ、なんかこう多分ね、その本当にカップルで来てるならね、あのカップルじゃなかったら別でって普通に多分あれだけど、本当に多分カップルでいらしてて、いやどっち払うみたいな雰囲気の時にさ、こうねってあるじゃん、なんか粋だなというか客商売すごいなみたいななりました。すごいさすがだよね、きっとね、バカさ踏んでるんですね。そうそうそう、でもちろんそのなんか他の客さん、いや別に大丈夫ですって言ってるそのサラリーマン同士なのかな、そういう方とかもいましたけど、こうなんか答えやすいように、そうとか上司の方が「ああ払いますよ」ってとかいうそのなんかちょっとやらしいくだりみたいなのがない感じになってて、すごい気持ちいいやり取りを聞けるお店でした。そう、ああいうお寿司屋さんの炙りが美味しくて大好き。よいしょ、いや雨だったな、よいしょ、でもお寿司が美味しく食べれたので本当に私にとってのイベントはあの気持ちよく終わりました。皆さんありがとうございます。そうめっちゃ接客、まあ私にねそのなんて言うんですか、かあの買えるなんていうのカウンターでねお客さんに特書きをかける買えるっていうこう多分機会はないんですけど、今とご人生において大変勉強になりました。うん、気持ちよくお寿司食べて気持ちよくお金を払って帰ってきました。そう、私もねみんなが一緒にいてくれたらおってなってたかもしれないけど、あいにく一人で行って、そんななんかタッカーみたいな店じゃないよ多分。
通にあのめっちゃ食べる後輩も連れてけるめっちゃ食べる後輩も連れてけるお店って言ったらわかる、わかります。なんか後輩に食べ放題されて財布怖いみたいな店じゃないですそこかも。なんか高いと本当に高いと思うからねって、後輩と一緒に行こうって誘えるお店。絶妙なラインあるじゃん。でもかといってなんか同世代の子が一人で行ってるのもあんま見ないような店そういうお店が好きなんですよね。居心地が良いです。そう、あんまり同世代は多分そんななんかあんま行ってるイメージないけど、でもそうやっぱ美味しいものってこう映えが全てじゃないからさ。いや、いつかはねザギンで寿司を食べれる女になりますので頑張ります。それはそれで嫌かなな、回転寿司とかよりああいうお寿司屋さんの方が、大将さんいてくれるお寿司屋さんの方が何だろう、いい気がしちゃう。私はなんか満足度高い、一人で行くなら。回転寿司も大好きだし、でも回転寿司は人と行きたいなって思っちゃった。うん、そんなこともない。収まりたまえ、よし。でもね、なんか銀座っていう銀座では行ったことないけど、銀座近辺って多分魚屋さん多くてフラッと入れるような、そういうとこは全然行ったことあります。それこそ東京で一人の仕事が、東京の仕事って一人が多いんですよ。だからその時にそういうちょっといい、そう、築地近いから、築地の方よりかな、どっちかっていうと、そうよりのあのお寿司屋さん行きました。後から Google のレビュー見たら、フラッと入っちゃったんですけど、そうレビュー見たらすごい、実は並ぶ時は並ぶみたいなお寿司屋さんだったらしくて、ラッキーでした。並ばずというか、ほんとガラガラで入れて。そう、そこもなんかカウンターの回らないお寿司屋さんで、すごい煮穴子が美味しくて、思わずもう一回頼んだんですね、煮穴子を。すいません、煮穴子もう一貫くださいって言ったら、大将さんが美味しかった、よかったって言いながら出してくれましたいい人。ふかふかだったの、なんか長くてふかふかだった。なんであの煮穴子もう一回食べたいな。タレでしたね、その時食べたの。今日は塩食べました。塩のお寿司食べるってめっちゃ贅沢だよね。美味しかったな。にしても久々にお寿司食べたかも。よしよし、こんばんは。東京の方、関東は本当に
なんか回らないお寿司でもこんなお手軽に美味しく食べれるんだって感動しました。名古屋の方が回らないお寿司って覚えないかも。私敷居高いとこしかあんまりなくて、多分高く感じちゃうんだろうね。うん、そう、東京の方がフラッと入りやすいお店が多いですね。そう、なんかね、結果言われたのは、その飲食の人にね、お店で聞いた話は、その北海道で取った魚もこうどこどこさん、東北とか日本海側で取った魚とかも結果一回全部東京の市場に集まるんですって。じゃないと値段がそのちゃんとつかないから、というかいいものも結果全部その場でまあ全部食べれるのとかは足が速くて、地方じゃなきゃ食べれない部位とかもあるんですけど、基本全部東京に行って東京で値段がついてもう一回全国にも戻るんですって。だからそうなると結果東京で食べるのが一番安くて美味しく食べれるっていう話らしくて、みたいな。そう、でも、関西の人のね言葉ばかりなら、死にたてのピチピチをこう漁師さんからそのままおろしで食べれるのかとかは現地らしいんですけど、そうっていう話を聞いてめっちゃなるほどなってなった。じゃないとそのやっぱ都心の方が値段はつくからみたいな話をしてて、はえーみたいな。そうで聞きました。ほんまでっかって話で聞いといて、そう、本当に北海道の方とかも意外とそうらしい。全部東京に一回送っちゃうんだって。うん、から結果まあ新鮮っていう。でもまあ物によっては魚って日を置いた方がふかふかして美味しいものとかもあるので、一概に新鮮ピチピチがいいかって言われたら、まあ、そうじゃないんですけど、アイドルと一緒だね。なんですけど、まあそんな話です。イエイ。よいしょ。でもなんか難しいと思うのは、東京のでなんかその昔からある美味しいお店を探すのが難しい。なんか映えなものとか今流行ってるものは名古屋よりめっちゃ早くたくさんあるイメージなんですけど、その東京で観光地向けじゃなくて昔からあって美味しいお店ってなると、なんか意外と探すの難しかったり、その映えスポットに埋もれちゃってたりして、そう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 、なんか価格がちょっとなんか謎に高かったりとかお店もあるので、そう、それはちょっとね寂しいよねっていう。すいません、寿司の話をずっとしてます私。じゃあそろそろ支度が終わったので歯磨きとかしてきます。ありがとうございました。お寿司の話してたら終わっちゃった。でも本当に美味しくお寿司食べれたのでみんなありがとうって感じです。では今日もラジオ頑張っていきます。ラジオはラジオ朝から23時から25時で、ミクチャも配信があります。なんで今日ちょっと一瞬で終わっちゃったんですけど、この配信ミクチャだとあと2時間かまとも見られますのでよろしく。あと NHK のサイトでもかまとさん見れます。今日放送されたまるっとが見れますので、そう、動いてる実は鎌田さんたくさん見れるデーです。よろしくね。またね、行ってきます。生放送楽しみます。